はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、埋もれがちな情報修正されたキャラクターについてご紹介していきたいと思います。特にね、上のソル、アクスター、リド&ジェイクに関してはかなりいい評価をもらいましたのでご紹介していきたいと思います。まずはソルから見ていきましょう。ソルはシフト前、シフト後ともに LB の効果が情報修正されまして、属性のデバフ、精神のデバフが入って闇属性の攻撃で、 BS 後はまあそれの氷バージョンといった形なんだけど、 EX 覚醒多分2かな、それでね変わると思うんだけど、あの氷のデバフ、精神のデバフ、そんで氷の威力1ヒット1万6000のダメージを与えられるようになりました。このね1万6000っていう数字、めちゃくちゃ実は情報修正後でされるから覚えておいてほしいなと思います。そしてレインを追うものソルというパッシブが強化されまして、 LB のダメージが情報修正されて、チェインのダメージダメージアップというのが追加されましたと。ね、これはあの上限解放とは違うんですけど、実に素晴らしい情報修正で、というのもこれは右上に出る 300% のダメージ倍率が 200% からスタートするという意味合いなんだけど、だからまあ早く 300% に到達させるためのアビリティで、だから開始からもうダメージ3倍のアビリティの攻撃ができると。いやこれ何がいいって、アリーナですっげえ活躍するキャラクターなんだよソルって。めちゃくちゃ僕も使ってるんだけど、それがねもう初っ端からダメージが高いものを出せるっていうのがめちゃくちゃありがたいソル、本当にいい強化をもらいました。多分これは BS 前にもあるアビリティだよね。そうそうそう、だから本当にねアリーナで使いやすいキャラクターになったなと思います。そして最後、イビルブレイカーに魔法ダメージ LB の威力アップ効果を追加。表のアビリティなんだけど、まあ1キラーのものと、あとはこの LB の強化アップなんだけど、これを見てほしいんだけど、マスタークラウンを使うことによって、もう最終的に特定のまだ自分の魔法の LB が威力1万4000されるんだよね。でなおかつ貯めるも使えるようになるってやばくない？で1万4000を裏の LB に足したら威力3万になるんだよ。まあ氷属性なんだけど、さらに貯めるも使えるから、もうとんでもない火力を誇るキャラクターになったんじゃないかなと思いました。まあ人と悪魔に強いキャラクターで、なおかつチェインの極意も持ってるから、不滅の閃光1個採用してあげるだけでかなりねダメージ伸びるようになった、いいフィニッシャーに育ったんじゃないかなと思います。いやソルはマジでいい強化もらったと思いました。そして続いてアクスター見ていきましょう。アクスターも結構いい強化をもらってまして、表の LB がまず敵全体にターゲットが変わりましたと。そして裏の LB 見ていくんだけど、これもね、あの多分 EX 覚醒2かな、それで解放させられるんだけど、 LB の効果が変わって、氷のデバフを入れながら、まあ、ヒット23と4っていうかなり使いにくいんだけど、どうせならここも修正してほしかったんだけど、威力見てよ、19500、まあ、合計2万なんだけど、めっちゃ強くない？でさらにこのなんて読むか分かんないんだけど、なんとかの刀、落星刀陣ってやつかな、これを強化することによって、マスタークラウン入れるんだけど、これも同じで、あの物理や LB の威力が5000情報修正されるんだよね。ラクスターの場合は1500と最後のアビリティが24500に上がるんだよ。これめっちゃ強くない？アクスターもいい強化もらったんじゃないかなと思いました。さらには、まあ、ドラゴンとヒトキラーを自分に 100% のバフもかけれるし、情報修正されたことによって、もう表は竜、裏は人が、もう装備とか幻獣何も装備してない状態でカンストするようになってる。いやこれ本当にいい強化だなと思いました。まあそのアビリティがこのなんだっけな、ラスウェルを導くものだったっけな、うん、これで情報修正されてるんだよね。いやマジでアクスターもいい強化もらったなと思います。そんで最後、リド&ジェイク見ていくんだけど、この子たちもね、結構いい強化をもらいまして、まずは星7覚醒時の LB の防衛ダウンの威力が 87% に情報が修正されましたと。で、さらに EX 覚醒2で回線の覇気を覚えるから、開幕 LB が使えるようになる。コストも3600だから、で、回線の覇気は6000回復するから、余裕で開幕使えるようになると。めっちゃ良くないこれ。だ今まで、ワッカとか、デイジーとか、あ、デイジーじゃない、アバランチジェシー使ってた方も、気軽にこっちを使えるようになるんじゃないかなと思いました。なんなら EX 覚
生2にしてる方の方が多いんじゃないかな。セレチケとかでも獲得できるから、もう結構ね持ってる方多いんじゃないかなと思いますので、いや本当いい強化をもらったんじゃないかなと思います。そしてタッグアタックが追加されるようになったので、まあ、このキャラクターデバフプラスチェインを稼ぐという役割も、まあ、できるようになりました。その他頼れる重視っていうのが、これだね、あごめん、この下のアビリティで、まあ、一応チェインの上限解放も持っていて、で、これの、特定のアビリティの使用効果っていうのが、どれだっけな、これ開幕トリプルが、まあ、10ターン続くようにと情報修正がされましたと。だから、ダメージに貢献するってよりかは、もうほんと周回とかで使いやすくなったっていうイメージかな、リディアンド・ジェイクに関しては。いや、でも十分だよね。本当にいいなと。で、アビリティ覚醒で、まあ、情報修正が入って、フィジカルディゾルバーってやつと、サイコディゾルバーってやつで、まあ、防性のデバフ率が上がったりとか、属性のデバフ率っていうのが情報修正されるようになっておりますという感じでね、この2つだね。いやーこれね本当にいいなと。まあニコルとサクラに関してはあんまり使うことはないからそんなに気にしなくていいかなと思うんだけど、いやーこれね本当リド&ジェイクとか、またアクスターソルに関しては結構いい強化もらったと思いませんかね。いや本当リドジェイクとか、リドジェイクはね集会において今後僕は採用していこうかなと思いました。でフィニッシャーに関してはアクスターソルに関して今後下手したら日の目を見るというか積極的に採用する時代がやってくるんじゃないかなとも若干思ってますので、いやぜひね今後活躍するクエストを用意していただきたいなと思います。いや皆さんはね今回のこの強化はどう思いましたでしょうか。いや知らなかったよとか、いやこれ結構いいよねっていうのをたくさんねコメントを残していっていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。